ルディドゥチュケ・アルフレート・ウィリルディドゥチュケは1960年代後半の西ドイツにおいて非常によく知られた学生運動家、社会学者、政治運動家。彼は社会の気候の完全な一部となることにより政府や社会の中から過激な変革を実現するという制度内への調整を提唱した。これはアントニオ・グラム氏やフランクフルト学派から得た着想であり、 1970年代には、当時生まれたばかりの環境保護運動に加わることで、この思想を実践してゆく。彼は1968年に暗殺されかけづらくも、生き残ったが、その12年後に、後遺症で死亡した。旧東ドイツのブランデンブルク州ルッケンバルデの、ギムナジウムにある名盤ドゥチュケはこの学校を1958年に出た。 ドゥッチュケは1940年にベルリン南港のシェーネフェルトで生まれた。シェーネフェルトはベルリン市の外側で戦後はドイツ民主共和国の範囲となっている。ドゥッチュケはシェーネフェルトの近くのルッケンバルデの小学校とギムナジウムを出た。彼はプロテスタント系協会の学生組織で活動しており社会民主主義を支持し1957年の ハンガリー動乱の後は、アメリカ合衆国にもソビエト連邦にも反対する立場を取った。東ドイツの再軍備も批判し、国家人民軍への兵役を拒否し、旧ユーラにも兵役拒否を進めたことから政府により、大学への進学を拒否された。1961年8月、ベルリンの壁が築かれる前日に彼は、西ベルリンへ亡命し、ベルリン自由大学で、 リヒャルト・レイベンタールらの下で社会学を学び、東側とは異なるマルクス主義への指導を得た。ドゥッチュケは1960年代前半から西ベルリンで学生運動に加わり、1965年1月に社会主義ドイツ学生連盟に入り、同年2月には西ベルリン支部の政治問題委員会の委員長に当選した。 SDS はドイツ社会民主党の青年組織であったが、再軍備をめぐる見解の違いなどから1961年にスピードから除名されていた。ドゥッチュケは SDS 西ベルリン支部の政治指導者として大連立反対運動、非常事態法反対運動、ベトナム反戦運動デモなどを組織している。1960年代後半には SDS は ドイツ学生運動の台風の中心となり急速に拡大し、議会外反対勢力、アサーパーレメンタリッシェ・オポジション、APO の中核組織ともなっていた。ドゥッチュケは、アメリカ国籍のグレッチェン・クロッツと1966年に結婚している。彼らの間には3人の子が生まれている。ドゥッチュケは、フランクフルト学派の批判理論のほか、ローザルクセンブルクや、 批判的、マルクス主義者たちの思想から影響を受け、社会の変革の過程から民主主義を築く実践を通じて社会改革の理論や実践手法を組み立てていった。ドゥチュケは西側諸国の社会の改革は第三世界諸国の解放運動や東側諸国の民主化運動と手を携えて進めて行くべきだという意見を持っていた。彼の社会主義には キリスト教の強い影響があり、イエス・キリストを最も偉大な革命家と呼んだ。1963年の復活祭には彼はこう書いている。イエスは復活した。世界史の中の決定的な革命、すべてを征服する愛の革命が起こった。この明かされた愛を人々が自身の存在の中に、今の現実の中に完全に受け入れたら、 狂気の論理がもう続くことはないだろう。1967年6月2日、イラン皇帝、モハンマドレザーパフラビーの報読に反対して、西ベルリンで行われていた学生デモに対して、警官が発砲し、参加していた学生、ベンのオーネゾルクが射殺された事件をきっかけに、SDS も座り込みなどの抗議運動を活発化させ、翌1968年には、 西ドイツ全土で学生運動が燃え上がった。しかし、射殺事件以降、学生運動の一部が突出を、はじめ過激化し、ついには、バーダーマインホフグルッペが形成されるに至った。こうした過激派学生の行動やテロリズムを、ドゥッチュケは、学生運動を蝕む者として拒み、制度を、 外から打倒する闘争の代わりに、組織内に入って、変革を行う、制度内への調整を指示した。暗殺未遂現場にある名板西ベルリンのクーダム通り付近西安年、教会付属墓地にあるルディ・ドゥチュケの墓1968年4月11日、学生運動の重要人物となっていたドゥチュケは、 学生運動を敵視していた青年ヨーゼフ・バッハマンに街角で呼び止められ頭に3発の銃弾を浴びた。ドゥチュケはこの事件で一命を取り留めたが脳や言語機能に重い障害が残り再び話せるようになるまで長い時間がかかった。バッハマンは西ドイツのメディアをアクセルスプリンガーが新聞各紙を通じて起こした反学生。 運動キャンペーンに強く刺激されており、暗殺により、ドゥチュケを除かねばならないと考えていた。この事件後、学生によるスプリンガー系の新聞社襲撃や、デモなどが続発し、西ドイツ各地で、市街戦同然の事態になった。後にドゥチュケは、獄中のバッハマンと書簡を往復したが、バッハマンは1970年に、刑務所で自殺している。ルチュケと妻らは、 リハビリテーションのため、イギリスへ渡り、回復の望みを託した。イギリス滞在中の1969年にドゥッチュケは、ケンブリッジ大学で学位を収めているが、1971年、エドワード・ヒース政権は、ドゥッチュケとその一家を、破壊活動に従事する、望ましくない外国人として、国外追放した。ドゥッチュケは、デンマークの哲学者、 ヨハネス・スレークの誘いで、オーフス大学に誘われ、一家で、オーフスへ移り、教職を得ることで、デンマークに居住する権利を得た。ドゥッチュケは1970年代半ば、西ドイツで起こった、原子力発電所建設への抗議行動に関与した、後、再び西ドイツの政治の現場読みを投じた。彼は、 かつての学生運動からと共に、環境保護運動や、反核運動に参加し、緑の党へとつながる、政治運動に左派を巻き込んでいく。また、東ドイツのボルフビー・アマン、ポーランドのアダム・ミフニク、チェコスロバキアのミラン・ホラ・チェクラ東側の、反体制派とも協力市民主化運動を支援した。しかし、暗殺未遂後残った脳の後遺症により、彼は、 生涯苦しむことになった。1979年12月24日、ドゥチュ家は、オーフスの自宅で入浴中に発作を起こし死去した。ドゥチュ家は、ベルリンの、聖安年協会付属墓地に埋葬された。ありがとうございます。